おもちゃこだま。こっちこまさん作ります。白い風船を2つ、ちっちゃいのを膨らませて折ります。その時に青い風船も一緒に入れて回します。1つ作ります。耳を先ほど作った線に中の紐をに結んで取り付けます。青い目の上の炎を作って、これはセロテープで顔を描いて止めます。コマさんの完成です。